しました。お待たせしました。出来たてですやっぱりね。ハンバーグは大好きなんですよ。肉肉しくてジューシーさが非常にいいですね。美味しいです。もうちょっと休んでほしいですね。あ、もうこれカットでお願いします。なんでいい話すぎるの。今回喫茶店を訪れるのはFM802 で活躍する人気ラジオ DJ で大の喫茶店好き、中島ひろと。いい天気です。片っ端から喫茶店。本日はですね、門真市の元町というところに来てるんですけども、まあ、門真といえばね、あそこ見えます？パナソニック。その近くにある喫茶店に本日は行きたいと思います。すぐ横は公園もあってね、なんかすごくいい雰囲気の場所なんですけれども、あれだな、ちょっと可愛らしいお店ですね。まだちょっと新しいのかな、最近できたみたいな感じのお店ですけどもね、カフェラフターというお店ですけども、いいですねこのね大きな看板も。こんにちは、お邪魔します。こんにちは、いらっしゃいませ。お世話になります。片っ端から喫茶店でございます。いらっしゃいませ。いやいや、ちょっと素敵なお店でね、まだ新しいですよね。そうですね、はいはい、やっと5年目です。5年目、はい、そうですか。そんなお店にねご夫婦でいらっしゃいますか。はい、そうどうぞどうぞ。2020年創業、地元門真出身のご夫婦が営む喫茶店ラフター。マスターが作るスイーツが自慢のお店です。まあ、2人でやってらっしゃるから特別決めてないかもしれませんけども、オーナーはどちらですかって言われたら、どちらがオーナーなんですか。もともと始めたのは私なので、はいはい、一応オーナーで、で、まあ、旦那です。旦那オーナーとオーナーの旦那、途中から。いや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 、ね、じゃあ早速ですけども、はい、メニューをちょっと見せていただいて、おすすめのドリンクとかあったら何か。そうですね、はい、ちょうど今気温が高くなり、涼しげ、かわいいのありますね。あ、クリームソーダがあるじゃないですか。どれがおすすめですか、今飲むなら。一番人気はラムネ。ラムネソーダ、はい、じゃあこのラムネのソーダをいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お店はどうですか、順調ですか。お店はね、もうすごく順調です。 素晴らしい、ありがとうございます。ですね、でも考えたら、5年目なんでしょ。4年で5年目ですね。ということはコロナがありましたよね。めちゃめちゃ大変でした。お客さんはおばあちゃん一人とかもう本当に、ほんで人通りがあまりないところなんで、かなり厳しかった。そうです。浩二さんはもともとは何なさる。いや、もう全く関係ない業種、うん、まあ普通にサラリーマンしてます。あ、サラリーマンを、はいはい、奥様はお店をされて、自分はサラリーマンっていう決断でもいいわけじゃないですか。一緒にやりたかったかな。ね、周りの反対とかはなかったんですか。めちゃくちゃありました。めちゃくちゃやっぱね、もう大変でしたね。でコロナが出始めて、そうか、余計に反対みたいな感じ。じゃあ始まる前も反対だったし、まあ押し切ってじゃないけどやりますって始めてからも、ほらもうコロナもあるし、コロナもあるし、お客さん来えへん、どうすんのみたいなね感じで頑張ってました。なるほどね、お待たせしました。ありがとうございます。うわ、すごー、ちょっとちょっと、はい、ありがとうございます。もうなかなか最近こんなド定番のあのやつないですよね。綺麗なブルーのね、いただきたいと思います。おー、ラムネで辛そうですよね。このソーダ系はやっぱお店で出るんですか。出ますね、この時期は。そうですよね、コーヒーとかも美味しいけど、やっぱこういうの飲みたくなりますよね。今ね、あの浩二さんからいろいろ話聞いてたんですけども、はい、ご両親の反対とかも押し切って、はい、なんでそんなに喫茶店がやりたかったんですか。ちょっとタイミングで、うん、私がそのまだ全然飲食と関係ない仕事をしてて、うんうん、はい、その結婚するタイミングで、うん、
その会社を辞めるきっかけにちょっと飲食業界で修行しようと思って、うん、ああなるほどね、はい、そっかそっか。じゃあちょっと修行もしたんですか。修行というかそうですね、勤めて、はい、もう掛け持ちで、あなるほど、朝から晩まで、なんかやっぱあれですね、奥様根性ありそうな感じだもんね。喫茶店経営が長年の夢だったというゆり子さん、結婚後落ち着いたら一人で切り盛りできる小さなお店を出せるようお金を貯めていたそうで、もともとそんな資金もなかって、うんうん、まだまだ貯金していくつもりで考えてたので、そしたらそのうちの父が、うん、あの地元でリフォームの会社、うんうん、自営でしてて、うんうんうん、まあ、ここがその管理物件だったんですよ。へえ、そうなんだ、はい、そうか。でもそういうきっかけがあって物件が見つかったから、はい、そうなんです。じゃあやろうと、そこからちょっとトントン拍子で、うん、まあ小さいお店なので一人でこういろいろ計画してって、はいはい、うん、そしたらやっぱり夫婦でちょっとやって、それでもあのまあ、人それぞれ考え方あると思いますけども、うん、まあ、例えばお金のこととか考えたらご主人の方はちょっとね、うん、サラリーマン続けてもらって、はい、私頑張る、ね、だから助けてみたいなのもあると思うんだけど、はいはい、辞める、一緒にやるって言われた時はどうだったんですか。そうです、まあ、生活できるのかどうかまず収入がね、うん、完全にもうゼロ、2人で、うん、そうですね、もうここでお仕事することでもう稼いでって暮らしていかないといけないですからね、なのでもう主人の母親も私の父親ももう大反対、うんうんうん、でもさっきちらっと聞いたけどね、あのやめ、なんでやめてねまでやったんですかって言ったら、一緒にしたかったからって来ましたから、もうよっぽど奥さんのことは好きなんだろうなと思いましたし、まあそうやってね今はこうやってね波に乗ってきてると思いますけども、なんかそのあったんですか、一筋の光みたいな。とにかくもうビラを配って、うんうんうん、テイクアウト、テイクアウトで、あ、そうか、あの時、あの当時は本当テイクアウトでね、なんとか買ってもらってみたいな、そうですね、手頃な価格で設定してたので、広めていただいて、ちょうどコロナが明けると同時にパナソニックさんがみんな出社するようになってきて、今はちょうど当日お断りしてるぐらい、作りきれなくて。周囲の反対を押し切り二人で始めた喫茶店経営。コロナ禍など大きなピンチが押し寄せる中、窮地を救ってくれたのがゆり子さんが作るテイクアウト弁当だったといいます。日替わり弁当を一つ確保して、お弁当を、普段やったテイクアウトとか配達する分のお弁当ですよね、はい、このお店といえば、ラフトといえばもうお弁当ということで、はい、お待たせいたしました。来ました、はい、こちら特別にお店で食べさせていただきます。綺麗に盛り付けされております。できたてです、やっぱり、ね、嬉しいですね。僕ねもうラジオでもしょっちゅう言いますけどね、ハンバーグが大好きなんですよこのおソースは何のおソースですか。梅おろしなのでポン酢。あ、梅と一緒にいただきます。うん、肉肉しくて、この梅の酸味、ポン酢の酸味とこの肉のジューシーさが非常にいいですね。美味しいです。これをでも多い時は何十個も作るわけでしょ。いやでもこれ嬉しいわ、だってね、いろいろね、ミックスフライの時もあれば、あ、和風の時もあれば、お客さんの笑顔がね嬉しいですよね。うん、もう二人で本当に協力して頑張ってらっしゃるし、お二人すごい仲いいご夫婦だなと思ったんですけど、ご主人に浩二さんにこうしてくれたら嬉しいなとかあればちょっと聞きたいなと思うんですけど、なければいいんですけど、なければないでもいいんですけど、まあ、私はそのもうお客さんからも優しくて人気があるので、うん、まあ、このまま、あ、はい、まあ、か家ではちょもうちょっと家事手伝ってほしいとか逆に浩二さんからゆり子さんになんかこうしてほしいなとか、こういうところっていうのがもしあれば、あ、
もうちょっと休んでほしいですね。あ、だから休めるように僕は体勢を整えてみたいな感じで頑張ります。なるほどね、はい、もうこれカットでお願いします。なんでいい話すぎる。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。こんなこと言うと怒られますけど、テレビは本当大変だなと思うんですよ。あの出てる人が、まあ、僕もねこうやってちょっと出させてもらってますけども、僕あのラジオの時はもうとにかく声さえしっかり出てれば、そしてちゃんと話ができればいいじゃないですか。僕生放送中ヒゲボーボーですからね、ほぼほぼ楽だなって言うとラジオのチームに怒られるけど、やっぱりテレビね人の目があるから、それを考えながら喋ってとかいう仕事は本当に大変だし、それで言うとラジオは本当に僕もなんならもう暑い時そんなことしないですけど、裸だって言わなきゃ裸ってわからないわけじゃないですか。ラジオの面白いのって、まあ、嘘ついちゃダメですけど想像の世界なんで、なんか今日はちょっとちゃんとしたかったんでタキシードで今生放送やってるんですよねって短パン履きながら言ったって、なんでタキシードでやってるんだろうって想像できるじゃないですか。だからラジオ面白いと思うんですよね。なのでもうこれからもあの私はもう毎日スーツ着てヒゲツルツルに沿って喋ってると思って聞いてください。本当はヒゲボーボーで短パンでやってますけども、よろしくお願いします。